はい、シンです。さあ、本日の動画サムネタイトルの通りでございますが、新潟大会前日の過ごし方、イエイ。本日、大会ね、前日なわけでございますが、今11時45分、ピーピーになりましたが、12時半から、2時までね、1時間半ちょっとお一人様パーソナルトレーニングのご案内をして、でその後ケント君と合流して岩盤浴行って水を抜いて、そこから新潟に前乗りして、ホテルに泊まるっていうような感じのスケジュールでございます。今 PP になったんですけど、最近ね、ケント君に教えてもらったマグケーキ、結構プロテインマグケーキとか今流行ってると思うんですけど、オートミールを初めて1週間前ぐらいから食べ始めました。いいっすね。今日の体重が 55.3kg。このね、食べ始めてからストーンと体重落ちてって、もうオートミール入れてから2キロぐらい落ちたかな。やっぱ朝の食パンとか良くなかったのかもしれないです当たり前だろっていう感じなんですけどね。コンディションもまずまずな感じでございますので、ここからね、あとどれだけコンディションが上がってくるのか楽しみでございます。結果もいい感じで走ってますからね。ということで、まずはマグケーキから食べていきたいと思います。では今日一日よろしくお願いします。レッツゴー。はい、こんな感じでね、プロテインと今日は、オートミールでね、中にね、今日初めてお餅、団子かな、入れてみました。団子溶けちゃったかな。団子がなくなってすごいふっくらになりましたねで、これに僕はこの100円ローソンで買ったピーナッツクリーム使ってます。これね、脂質が1.5 ぐらいなんで全然食べれますね。ということでこれを食べていきます。はい、朝ごはん食べ終わりました。パン1で、すいません。今からね、このシックスパッド、これめちゃめちゃいいんですよ。従来のシックスパッドってこうなんかジェルシートみたいなのを貼んなくちゃいけなかったんですけど、これね、ちょっと特殊なパッドになってて、このスポンジにね、こう水をこう吹きかけるだけで、永久に、もう半永久的に、もうずっと使えることができると。これマジ最強ですよ。これを、僕はね、1日、まず朝、10分20分ぐらい。デザインもこの腹巻きみたいな感じなんですけど、やって、今からね、歯磨いたりとか髪の毛のセットとかしていくんですけど、それをしている間にこれで自動的に腹筋を鍛えると、こんな感じでね、これでね、ピクピク腹筋になるんですよ。ここで鍛えていきます。では、ヘアセットとかもしていきます。はい、準備完了したので今からパーソナル行っていきたいと思います。では行きましょう。はい、時刻2時半前とかですね。一旦帰ってきて、準備して向かいたいと思います。ケント君がね、もう今岩盤浴で水を抜いてるということで、弁当とかちょっと作って、持っていきたいと思います。一緒にちょっと荷物チェックしていきますので、これ前日のね、見てる方は、一緒にね、荷物確認していきましょう。僕はね、まずこのね、予選のパンツと、予選パンツ、あと決勝パンツ、明日はこれでいこうと思います。新潟大会は、パープルでいきたい。仙台大会と一緒ね。でね、僕はね、いつも2個持ってってます。2個、誰かがね、忘れた時とかに貸してあげれればなと思ってるんで、いつも決勝パンツは2個持ってってます。なんかこう予選通過するかわからないから決勝パンツ買わないみたいな人たまにいるんですけど、絶対買っといた方がいいと思いますよそんな自信ない状態で大会出るのも良くないと思うんで、僕はちょっと2個持っていきます。僕の持ちのものはね、以上です。これだけ。今度大会への持ち物みたいな感じの動画も出そうと思ってるんですけど、人それぞれね、パンプアップ系のアイテム持ってったりする方もいらっしゃると思うんですけど、僕はもうパンプアップは予選は全くしないです。
で決勝は腕立てと腹筋だけしかしないので、こうチューブとかそういったものはね本当に1年目とか2年目ぐらいは持ってってましたけど、今はもう持ってってないですね。そんな感じでございます。今度それ系の動画も上げるので見てください。今ちょっと洗濯も回してるんですけど、洗濯して、ちょっと部屋片付けて、ケント君と合流したいと思います。はい、3時過ぎぐらいですね。ご飯食べていきます。ちょっと見えないんですけどね、タコライスです。ノンオイルドレッシングかけて、あと僕普通にね大会前日でも結構水分は取ります。人工甘味料も気にせずに取ります。いただきます。はい、本日の水抜き会場到着しました。新宿のねテルマユさんでございます。ここでもう中でケント君入ってるんで、ケント君なんかもう2時間3時間4時間ぐらいいるじゃない。今16時午後の4時なんですけど、もう4時間以上彼何やってんのかな干からびてんじゃないかな。では中で合流していきたいと思います。どれ行きますか。はい、ガマよく終わってね、水抜き終わりました。明日のファットアップ用に、水を、ね、買っていきたいと思います。ありがとうございます。私紙袋のままでよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、ミスドで無事買いました。はい、ケント君です。ガマ浴でね合流して水抜きしてきました。ここからちょっとご飯食べて、はい、新幹線乗って会場を迎え、会場じゃないね、新潟、ホテル迎えたいと思います。はい、新宿駅前でタコライス食べます。はい、7時半です。今ね新幹線乗りました。これから出発です。行ってきます。はい、長岡駅到着しました。お土産もねあるんですけど、これ児玉さんにお渡しします。では宿へ向かいます。はい、新潟長岡花火ね、長岡花火すごい有名、聞いたことある。こうセンシティブですねこれはい、本日の宿こちらです。長岡駅から徒歩5分ぐらいのところですね。3000円で泊まれます。お安いところ、カプセルホテル。行ってきます。はい、ただいまの時刻10時半くらいですね。無事カプセルホテルに到着しました。やべ、ニキビできてる明日メイクで隠します。ということでカプセルホテルこんな感じでございます。明日ね新潟大会頑張ってね、グランプリ取りたいと思います。この動画は多分結果報告の後にね上がると思うんですけど、みんなにね、皆さんにいい報告できるように明日も頑張りたいと思います。ではちょっと早いですが寝たいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。